皆さん、パレオが横に止まってますからみんなで盛り上げましょう。全員で手拍子。あと客車、これ客車12系、最後まで一番前同士とディーゼルエンジン。拍手どうですか。このディーゼルが元でパレルが横に止まっているディーゼルカーのモノマネやってもいいという本日お客様、拍手してください。いかがでしょうか。それでは PA さん、ディーゼルカーのモノマネいきます。17番をかけてください。お願いいたします。 PA さん、張り切ってまいりましょう。17番です。お願いします。どうぞ。さあ、拍手どうですか。これね、途中からね、低音に変わるんです。エンジンがね、エンジンが時々起こるんだよ。このディーゼル、ディーゼルも好きだという人、拍手いかがでしょう。警笛がいいんだわな。普通の電車の警笛はね、こんな感じで昔の急行型の機動車の警笛、深い音色、よかったね。トンネルに入ると、トンネルに入る前、運転士が拍手どうですか。このね、ディーゼルは発車した時のこの余韻がたまんないんだよね。ほら、また怒ったぞ。ちょっとスマホばかり見ないでこっち見てくれよ。こっちこっちこっち。これがね、八高線になると、八高線、私ね、立川新司はね、名前書いてますね。八高線の車内でディーゼルエンジンの練習をしています。最高だぜ。近所に座ってる人ね、誰も気がつかないんだよ。最高だぜ。先日学生の背後でやりました。二人の背後でわざとね、座席の隙間から顔出してね、発車する時もね、八高線途中からグッと上がるんだ。お父さんこんなことしねえだろう。お父さんそんなことしたらだ、バカだと思われるからな。いいね、この車輪の音、あ、今警笛鳴った。ちょっと音違うんですけどね、遠く離れたら大丈夫。このね、ディーゼルエンジンのこの高鳴る音がいいよね。そしてね、ほら、八高線が精一杯走ってる。ほら、こっちにも来るんだよ。ほら、何を恐れてるんだ。おじさんは真剣なんだよ。10時からずっと喋ってんだぜ。喉が大変なんだ。喉飴買ってくれよ。あ、警笛間違った。貨物列車の警笛にかまったじゃねえか、バーカいやー、いいね。立川新司、秩父鉄道、天気が回復して本当に良かった。天気が良かった、良かったと思う人、拍手いかがでしょう。これがね、寝台列車に変わるとどうなるのか。ピエさん、メロディー準備しました。18番お願いします。真面目にしゃべります。雰囲気味わってください。お願いします。
山下様でした。この列車は東京駅18時3分発寝台特急はやぶさ富士号熊本小板駅です。次の停車駅は横浜です。横浜を出ますと熱海、沼津、富士、静岡の順に止まってまいります。今ちょうど蒲田付近の寝台列車が通過します。これ難しいんですよ。ほら、6両に制限してんだよ。今日13両やってんだ。褒めてくれるか。嬉しかったらちょっとジャンプしてくれ。本当にやるとは思わなかったぜ。ありがとう。そしてね、最後の1両やっぱね、あの供給用のエンジンがついています。後ろの方にいるとね、警笛の音が聞こえるんだ。こうやって寝てるとちょっとごめんね、よくなるね。こんなことやったことないんだけどね、寝台で寝てるとね。すげえ近づく。いかでしょ。背中が汚れたよ。クリーニング頼むぜ。それではね、立川新司、これだけではありません。やっぱね、さっきお客さんに言われました。君は鉄道だけのモノマネじゃないだろうと。飛行機のモノマネ、サンダーバードのモノマネやってもいいという人、拍手してください。いかがでしょうか。それではピエさん、サンダーバード22番のメロディー、音楽をスタートしてください。僕はちょっと上げてください。これ音を使います。参りましょう、どうぞ。これね、サンダーバードが発射台に着くまでこのエンジンの音がね、微妙に変わるんですわ。さあ、拍手どうですか。またまた。サンダーバードと SL、 皆さん C58363 にも拍手を送ってあげてください。あ、しまった、こんなに速くなかったスピードが、大変失礼しました。忙しい。私35年以上やっていますが、サンダーバードと SF のモノマネを並行したのは初めてです。大変です。はい、皆さんステージ注目。さあ、発車だぞ。皆さん拍手どうですか。行きましょう。今度はフェーダー落としてください。はい、今度はきれいにフェーダー落としてください。 C58363、 今電車台に入りました。立川新司の電車台実況中継です。ちょっと表現変えます。皆さんご覧ください。それでは